みなさんこんにちは、よっちゃんです。今日は糸車と撮ってみてます。はい、みなさんいかがお過ごしですか。今日はもうほんとめちゃくちゃ暑くてびっくりしました。12月16日だというのに、もうお風呂上がってから半袖でいたし、今日仕事中も、クーラーつけて仕事してました。ドライヤー使ったりお湯使ったりしてたら部屋の中がめっちゃ暑くなって、クーラーつけて仕事して、クーラーつけてより良い、クーラーつけて普通っていうかちょうどいい室内でしたので、本当に異常気象でやばいよねって思っちゃう。今も風がすごいんですけど、撮ってみてますけど、なんか最近は旦那さんに、靴下を編みました。今洗濯してるからないんだけど、ちょっと動画入れておきます。これはこういうラベルの糸で編みましたけど、なんて読むのかわかんないんですけど、バージャーベージャーいただいた糸で編みました。 75% バージンウール、 25% ポリアミドの糸でもう使い切りました。1ミリも残ってない感じなんですけど、すごい可愛い柄で私も欲しいなって感じです。ちょうどね、 50g 巻きだったんだ。1玉 50g だったんで 215m 入ったみたい。ちょうどいい丈感で、あのね、編めてよかったです。私さ、全然ね、靴下編みまだ編めて3足目とか4足目とかそんくらいだったかな、なんか全然初心者だった時に旦那さんに靴下ね編んであげたんだけど、まあその時100均の糸でね、即やんじゃない糸で編んだっていうのもあるし、私が全然ね上手に編めてないっていうのもあって、もうね全然ブカブカでサイズフィットしてなかったし、ちゃんと編めてなかったから全然履いてくれてなかったんだけど、もう今回はめちゃくちゃね喜んでくれて、なんか手編みの靴下ってこんな履き心地いいんだとかって言ってくれて、しかもおしゃれだしいいねみたいな、めっちゃおしゃれじゃんみたいな喜んでくれて嬉しいですあと4足作ってとかって言われたんですけどまあね、地道に作ってあげようと思います。即やんいっぱいあるし、なんか旦那さんはなんか革靴とかが好きで、外人さんのそのファッションブックに、その外人さんが革靴におしゃれなカラフルな、それこそ即やん柄みたいな感じの靴下と革靴を合わせてるね、コーディネートがいっぱい特集組まれてって、旦那さんが持ってる雑誌で、なんかそれと同じような足元にしたいってなって、でもこんな靴下あんま売ってんの見たことないなっつってて、メンズで、でよっちゃん作れんじゃんってなって作ってあげたんだけど、ほんとね、革靴とソックヤンの柄の相性の良さっていうか、めっちゃおしゃれにね決まっててね、いいなーって、すごいねいい感じに履いてくれてよかったです
あと4足編まないといけないです。自分のも編みたいんだけどなーっていう。そして、ずっと編んでるアラン模様のハムヒビニットブックのボップルが本当は入ってるんだけど、ボップルなしにしたアランのセーター、前、あ、後ろ身頃が完成しました。こんな感じです。同じのを今2枚目編んでます。なんかリスナーさんがわざわざ計算してくれて、あの指定糸だとこんくらいなんだけど、私が編んでる糸はねちょっと太めだから、あのそのまんま編み進めるとね、すごい大きくなっちゃうかもしれないよって教えてくれて、わざわざ計算とかして出してくれて、あーやっぱりそうなんだと思ってね、私もなんか編んでいくうちにこれなんかだんだんワンピースになっちゃうんじゃないかなっていうほどね、丈がね伸びてきちゃってて、やっぱりちょっと段数少なくした方がいいなと思ったんで、なんか模様の切りがいいところでもう止めました。なのであの本のやつよりは模様ちょっと少なくなっちゃってるんですけど、まあでもいい感じです。これを2枚目編んでる途中、これね編んでまーす。これは結構長旅ですね、本当に。そして今編んでるのが、じゃじゃーん、ホワイトマウンテンズ、ホワイトマウンテンズでーす。かわいい、ホワイトマウンテンズ。アッコさんの動画見てたら、もうめっちゃ楽しそうに、あのベスト、アッコさんはベストだったけど、編んでたので、私ももう思わずキャストオンしちゃいました。しかも、今度編み会があるんですよ。編み会に参加させてもらうので、その時にメリアス、あった方がいいなと思って、なんで来週までには袖分けまで行って、あとはもうメリアスだけ、何も数えたりしなくてもいい段階まで進めたいんですけど、なので今頑張って袖伸ばし、袖分けの最中でございます。袖分けするまでの工程です。かわいいでしょ、これ。これは、この北のバーム。この北のバームの糸と、この、雑貨屋さんで買った、うちの地元のなんか、アンティークショップみたいなところ、毛糸屋さんじゃない、アンティークショップで見つけて買った、モヘアみたいな、謎の可愛い糸を引き揃えて、こんな感じになってまーす。可愛い。ほんとね、うん、緑であり、ブルーであり、マウンテンっていう感じの色合いなんですけどね。あんまりよくわかんないけど。なんかこの北のバームが結構黒と青と白って感じで、スワッチ編んだんだけど、ちょっとね、あ、わかりづらい。ちょっといかついかなみたいな、こういう感じで。黒と青と白。なんかちょっと私にはいかつめの編み地かなって思って、なんで、ちょっとこのモヘア絡ましたらどうだろうかって思って、絡まして編んでみました。そんでこれはさ、普通の、指定の針だと結構ゆるいつか、ほら穴が結構開いちゃう感じ。指定の針だと結構ゆるゆるになっちゃって、透け感がありありだなと思ったんで、
指定の針より結構ね、細めの針にして編んでます。 5.4mm 11号で編み進めて M1 サイズ、 M1 サイズで編んでます。でもさ、これ 5.4mm なんだけど、ゲージはね、だいたい合ってて13、ゲージ14目あればいいんだけど、13目あったからまあ一目くらい大丈夫かなっていう、編んでるうちにちょっとゆる手になってきちゃうかなとかっていう感じで、で M1 にしとけばまあ入んないことはないだろうっていう安易な考えで、なんかもともと結構ね S サイズとかでも大きめの作りのパターンだったんで、まあ、まあまあゲージちょっと目数足りてないけどM1 サイズで編めば大丈夫じゃないかなっていう感じで編み進めてます。まあ首元はいい感じです。結構大丈夫な気がします。 ゆとりがあります結構ね。なんかさ、このさ、ホワイトマウンテンズ、いろんな襟ぐりのパターンがあって4パターンくらいあるのかな。もうどれもこれも可愛くって、とりあえず私はこの普通の丸襟みたいなやつ選んで編んだんだけど、結構立ち上がってる襟のやつもあるし、分厚い襟のやつも可愛いしいいなぁ、全部編みたいんだよね、本当に。結構立ち上がってるやつ可愛いんだけどなぁ。次それで編もうかなぁ。まあまあ、とりあえず普通のラグラン、普通の丸襟で編んでます。あ、どこまで編んだんだっけ。あのページ数が本当に多くって、あ、どこのページでやって、ページ数がみどりさんは本当に多いからね、迷子になりがちなんですけど、でもめっちゃね、わかりやすくてね、もうスムーズに編めます。まあこれメリヤスだからっていうのもあるんだけど、スムーズに編み進めております。ここだ。次は20、すごい風や。ほんとね、編み替えがすごい楽しみで、何を着ていこうかなとかいろいろ迷ってんですけど、まあまたね、片道何時間 ?3 時間くらいかかると思うんで、道中行き帰りでも結構ね進むんじゃないかな、編み進めれると思うんだけど、でもまあ電車が混んでたら編めないし、編めないのでどうだろうか。電車の中でもさ、編めたらもう結構これ完成するんじゃないかっていう感じなんですけどね。もう編み替えが楽しい、今年最後のイベントなので私的には、
もうほんと2ヶ月前くらいから2ヶ月前くらいにやろうっていうか、私が編み会参加したいんだけどってお話しさせてもらって、もう2ヶ月経つの早って感じなんだけど、もう楽しみだけど、その日が来てもらいたくない気もするんだけどでまたね行けばいいしね、楽しみだな。ここからは編み物に関係ない雑談をしようと思うんですけど、最近は私は結構体調を崩してって言っても自業自得のね体調の崩し方なんだけど、まずね、この前はねすっごい空腹だったのに、いきなりなんか大根を、生の大根をポリポリね、キムチにつけてね、キムチとか味噌とかにつけて生の大根をポリポリ食べてたんだけど、なんか空腹で食べたのがいけなかったのか、その生の大根をいっぱい食べたのがいけなかったのか、何がいけなかったのかわかんないんだけど、急激にお腹が痛くなって、あ、マジでやばいと思って、もう死んじゃう、このまんまじゃ死んじゃうと思って、でもなんか私もさ、普段本当に全然なんかどこが痛くなったりとか体調悪くなったりとかすることがなさすぎて、なんかこの痛さはどこの痛さなのかもわかんなくて、めっちゃ検索かけて、なんかお腹の上の方が痛いみたい、お腹ズキズキするとか、なんか忘れちゃったけど、その時の症状をいっぱいね検索でかけたら、あ、私は胃が痛いんだってことにが分かって、ここの場所は胃なんだっていうのが分かってね、なんか溝落ちらへんがめちゃくちゃ痛い、もうそんなこと初めてだったから、全然さ、そこが胃なんだっていうのも知らないし、お腹壊すことはよくあってもさ、そんな胃が痛くなることなんか全然なかったからさ、今までびっくりしましたでもやばすぎ、痛すぎて、そんで胃薬がいいって書いてあったから、家に胃薬あったんで胃薬飲んだらマジで速攻で治って、感動しましたね、本当に。こんな薬って効果てきめんなんだって、それ感動して、そんである日は便秘でめちゃくちゃお腹痛くなって、お腹痛いっつか、なんか張ってる感じで、あ、もう本当気持ち悪いなみたいな、そんでもうなんかこれはスッキリさせたいと思って、初めてコーラックみたいな、便通の流れを良くするみたいなね薬を買ったんですよ。でそこに6時間後に効きますって書いてあって、あ、6時間後かと思って、まあ6時間後が何時かとかってもうさ仕事してたし忘れてたんだけど、それ飲んでほんとぴったり6時間後にめっちゃ便意が来て、もうめっちゃまあスッキリできたんだけど、ほんとぴったり6時間後だったからびっくりして、え、こんなにしっかりぴったり効果発揮するんだってさ、もうめちゃくちゃ感動しちゃって、私も薬に、でも薬、何かあったら薬すぐ飲もうみたいな感じになって、もう最近薬めっちゃ好きっていうか、薬の力ってすげえなって、市販薬すげえなと思ってて、でこの前はさ、すっごい飲んじゃってね、お酒をもうめちゃくちゃ大量に飲みまくっちゃって、ほんとすっごい美味しいお刺身とか、
料理すごい美味しい居酒屋さんがあって、そこ行ったらもういっぱい飲んじゃうんだけどさ、もうめっちゃ飲んじゃって本当にやばいくらいの二日酔いになっちゃってさ、うん、その二日酔いの日になった日、次の日は休みだったからもう一日中家でね寝てられる状況だったから良かったっていうか、まあそういう状況だからいっぱい飲んだんだけどさ、もうほんとあんなにね二日酔いがやばいくなることって初めてだったから、いつもそんなに引きずらないのに、もう今回めちゃくちゃもう気持ち悪いし、でも吐いちゃうし、なんかもう起きててもずーっとクラ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 するし、もう本当に気持ち悪いと思って、その時もねなんか気持ち悪いから二日酔いの薬とか結構いっぱい飲んで、でもねそれはねすぐには効果出なかったねやっぱり二日酔いはたくさん水を飲んで寝て、まあ、トイレでおしっこしてみたいな、そういうのを繰り返して良くなるって感じ。もう時間が過ぎるのを待つしかないみたいな。もうね、どこのね、ネットの情報にも同じこと書いてあったんだけど、まあ薬飲んでも、すぐには効かない。もうやっぱり二日酔いは時間が解決してくれるのを待つしかない。まあそればかりはそうだよね、と思って。でもまあ、薬の効果もあってか、すっきり治ったんですけど、いやもうあれは本当編み物もできないくらい、編んでるともう目回って気持ち悪くなっちゃって、もう何にも本当できない。もうあんなことになったのは初めてでびっくりしましたびっくりしたことだらけ。体調悪くなって、体調悪いつか全部その単発で自分の不注意で体調悪くなっただけなんだけど、もう薬ってすごい本当に。そんで私はねちょっとでもそういうね何かどっかが痛かったりするとすぐねネガティブになっちゃうねもう本当に私はこのまま死ぬんだっていうこんな痛いこともう経験したことないから、いつもああこんなに痛いなんてもうこれは死ぬに違いないみたいな感じにね、もうほんとネガティブになっちゃって大変でしたけど、もう薬飲んだら一発で治りましたんで、皆さんも忘年会とかあるのかな、もうほんとね気をつけてください。空腹でいきなり食べ物を入れる時とか飲みすぎとか、ぽんちゃん、ぽんちゃんいで。あと、こってりしたものいっぱい。いかん。こってりしたものいっぱい食べるとお腹壊したりするんでね。もうみんな気をつけましょう、ほんとに。もうほんとに嫌だ、あんな思いするのは。っていつも思うんだけどね、二日酔いの時とかは。もう絶対にあんな思いはしたくないから、もう、本当に飲まないぞって心に誓うんだけど、また同じ過ちをね繰り返すからね、またそのうち同じようにねいっぱい飲んじゃうんだよな、本当に。もうやだ、でもあんな思いにはなりたくない。お利口さんね、ねねちゃんね、ねねちゃん、そんでさ、最近感動したことが、もう薬でも感動してんだけど、ま、さらにまた感動したのが、あ、待ってよ、それだから、
なんかもう筋子をこの前ね食べたのね。あ、違う、その前に今日は夜遅くなったからねどっか食べ行くみたいな話になったんだけど、いやでもさ、ちょっと外食しすぎだから、なんか簡単なものでもいいからなんか買って帰ろうみたいな、スーパーにしようみたいな話し合いの結果そうなって、スーパーでね、スーパーに行ったの。そしたらさ、筋子がさ500円で売っててさ、ちょっと安売りされてて500円で売ってて、あ、筋子とご飯と納豆と味噌汁とかでいいじゃんみたいな感じでね、筋子買ったんだけど、もうさ、めっちゃ美味しくって筋子とたらこでね悩んだんだけどね、もう筋子にして正解だったなっていう感じ。めっちゃ美味しくって感動しました。なんかさ、ねえ、これ大丈夫？大丈夫か。そんで筋子全部食べきんないから、次の日の朝っていうか今日の朝ね、もう炊きたてのご飯と筋子食べたの最高に美味しくてさ、びっくりしちゃった。ほんとこんな美味しかったっけ筋子ってと思って。でね、私ねよくね100円で買える幸せ、200円で買える幸せ、300円で買える幸せっていうね、なんかその小さい幸せランキングつけるのが好きで、もう高校生くらいの時からいつもね考えてるわけで、高校生くらいの時はみんなも考えてください。100円で買える幸せは何ですか、皆さんにとって。私高校生くらいの時は結構ね、ミスドとかおにぎりとかあってね、まあ、100円セールの時があったの。なんかもう今ないよね、100円セールの時があって、その時にいつもミスドに行ったりおにぎり買いに行ったりしてて、あ、もう幸せってね思ってたわけ。だからいつも高校生の時は、私100円で買える幸せミスドのポンデリングだなとか、セブンのツナマヨおにぎりだなとか思ってたんだけど、まあ、最近は100円で買えないので、最近の100円で買える幸せはもうたまにね、ドラッグストアでアルフォートが98円とかでね売ってるのね。もうそれだね、それが100円で買える私の中の一番の幸せ。皆さん何ですか。消費税込みで100円ですよ。あんまないよね。で、次200円は、200円は、考えてたんだけど何だったっけな。200円で買える幸せは、あ、そう。ね、うちの地元、家の近くに、めちゃくちゃあんこがめちゃくちゃ詰まった、大判焼き屋さんがあって、それが1個150円なんだよね。それが本当に幸せなのね。もう大量のあんこが、しかもそのあんこもめちゃくちゃ美味しいのよ。その大判焼きが一番の幸せ。200円で買える。皆さんの200円で買える幸せを教えてください。次は300円。300円はうちのスーパー、まあでもホットモットとかもそうかな、ね、298円でねめちゃくちゃ美味しいお弁当売ってるスーパーがあって、ニーキュッパですよ。ご飯と魚、鮭となんかすごいちっちゃいコロッケ
と、なんか少量のたくあんみたいな。でもね、すごいね、満足感があるのね。ご飯もちゃんと普通に茶碗一杯分くらい入ってて、すごい美味しいの。そこのスーパーのそのニーキュッパのお弁当、それは300円で買える幸せ。ホットモットの海苔弁も多分ニーキュッパだった気がする。ホットモットの海苔弁も好きだから、その弁当で400円は、400円ってなってくると結構ね、いいの食べれますから、私的にはサバの塩焼きっていうか、サバパックに入ったサバとか、まあ、サンマだと400円で今1本ぐらいしか買えないかな、1匹ぐらいしか。まあなんかね、焼き魚、サンマかサバがいいんだけど焼き魚買うのがもうほんと幸せ、400円あったらね。もう焼き魚大好きなの、魚が大好きだから、もう焼くだけであんな美味しいの食べれるって本当に幸せで、それとさ、ご飯と味噌汁あったらもう最強なの。なのさ、なのじゃん。じゃん。400円あったらなんか魚、しかもさ、2匹とか入ってるから400円だったら、2匹だったらね、2回楽しめる。あの、1人だったら、1人で400円使うんだったら、2匹入ってたら2回楽しめるから、コスパ最強じゃん。400円あったら魚、絶対に。ほんで500円あったら筋子だね。筋子は本当にさ、コスパいい。だってちょびっとであんだけ楽しめるんだから、まあ3日くらいは持つでしょ、筋子。そんなこと言ったら100円は納豆になるかもしんないな。納豆100円で3パック入ってて3日くらい楽しめちゃうし。アルフォートじゃなくて納豆にしよっかな、100円は。全部和食系のさ、食べ物の話だったんですけど、びっくりした、今。200円の大判焼きもさ、なんか和テイストだし。それが最強かもしんない。100円は納豆を、200円は大判焼き、300円は弁当、400円は魚、500円は筋子。それが最強かもしんない、今のところ。皆さんの聞きたいので教えてください。超くだらないんだけど。でもね、これでなんか小さい幸せ考えるの超好きで、まああとよく考えるのはあれだよね、トンネルズの皆さんのおかげでしたの、食わず嫌い出るなら何選ぶかとか、そういうことも考える、よく。あんまり本当に大嫌いなものってあんまないからさ、嫌いなものがあんまないから、でもバレないと思う、食べれちゃうから。本当に嫌いなもの食べておえってなってる人たまにいたもんね、あの番組。あんなになるほど嫌いな食べ物がないから、あれは出てみたい番組でした出てみたい番組もよく妄想するし、あ、もうこんなこと言ってたらキリがないけど、いや、そう、この前ね、ラジオ聞いてたら、私東京 FM のラジオ聞いてんだけどね、編み物のね話してる人が結構いて、その週なんか、なんだ、今年一番暑かったものは何ですかみたいなお題に、
リスナーさんが編み物をハマってっていうお便り出してる人がいて、嬉しいって勝手にね思ってたんだよね。あとなんかハンドメイド、編み物のハンドメイド作品で副業っていうか稼ぐことができましたみたいなお便りもね読まれてる人がいて、編み物やっぱなんか来てんのかなって思ってました。そうで、ラジオといえばね、私オードリーのオールナイトニッポンのあのねチケット、ここにいっぱい飾ってるんだけど、オードリーのチケットがね当たったんですよ。本当に最高に嬉しい。なんか第1第2第3ってね、抽選がねどんどんね、第1次落選、第2次落選、第3次落選っつって、で第4次はなんかねオードリーの2人が見えないような席になる可能性もありますみたいな、あんまり見にくい席ですみたいな、その席の抽選に当たりました。でもねお母さんと2人で行こうと思ってね、いつもね2枚のチケットで申し込んでたんだけど、もう2枚じゃ外れちゃうなと思ったから、もうお母さんいいやと思って、1人1枚でもう見づらい席でもういいやと思って1枚で申し込んだら当たったの。もうやばいからね、倍率やばすぎて、もう結構ねなんかチケット販売サイトみたいなところで転売されてて、5万とか4万とかもね、こう本当は1万円くらいなんだよ。でもそんなね高いね金額でね売られてるの、もうやばいよね転売屋。なんか本当に行きたい人がさ行ってほしいよね、やっぱり。なんか私なんか本当まだファン歴短いけど、すごいずっとね長年応援してた方もね落選してたりするからね、ほんとかわいそうなんだけど、まあちょっとチケットは譲りたくないんで私が行くんですけど、ほんとね、ほんとに行きたい人が行けるような仕組みになってほしいなって思いましたけど、まあよかったです、私は行けるんで。嬉しすぎて、もう本当にその日のためにいろいろ頑張ろうと思います。まあとりあえずは来週の編み会も楽しみなんで、これ早く袖分けします。そんな感じで見てくれてありがとうございました。もうほんと取り留めのない話ですいません。それではまたねー。